どうも、三つ三つです。月見やすいひげです。はい。というわけでですね。はい。我々ね、カンコレの実況とかやってるじゃないですか。というわけでね、本日はこんなものを買ってきました。はい。買収、ちょっと待ってね。バイスシュバルツのカンコレのパックです。難しい。名前が覚えない。このバイスシュバルツね。これ、バイシュツバルツ。バルツね。何回言っても覚えられない。の、なんかこう、カンコレのパック、これね。買収、買収バルツというカードなんですけども、なんか、いろいろあるんだよね、これの中でもなんか、カンコレ以外のなんか、クレヨンしんちゃんとかなんかこう、他のアニメとかもね。なのでね、カンコレ語あるということで、はい。もうね、我々。こぞってね、買いに行ったわけですね、近所の怪しげなカードショップに。そうですね。買いにくかった。そうだよね、なんかこう、ちょっとね、言っちゃなんだけど、なんか怪しげなちょっと店員さんだったもんね。なんか、髪が長くて、なんかこう、細くて、テンションの低い感じの。おおよそコンビニとかでは見ないタイプの店員さん。そうね。まあまあまあ、でも、まあ、あれでいいと思うんですけどね、店員さん別に、この、いらっしゃいませとかじゃなくて。まあ、というわけで、これをね、お互い2パックずつ買ってきまして、今日はね、はい、こう、開けてね、どっちがいいカード引けるかみたいなね。はい、開封対決というものをね、はい。していこうじゃないかと思うわけなんですよ、ヒゲ君。そうですね。いや、どうすか、ヒゲ君。いや、なんか、楽しみですね。こういうことあんまやらないからさ。そうだね。やっぱカード開けるってなんか、なんだかんだでワクワクするもんね。うん。子供の時はね、こういうカードゲームとかよく買ったけど、やっぱ大人だとなかなか買わないもんね。うん、そうだね。ね、これでね、どっちがいいの出るかっていうのね。で、いいのってやっぱ個人的主観になっちゃうとなんかもうね、こう、うん、なんか、変になんかちょっとね、変な感じになっちゃうからさ。そうですね。一応こうなんかこう、レイアウトとかちょっとカメラしてだいぶ見にくいと思うけど、ちょっと編集でだいぶ補足入れとかないといけないけどさ。で、このレイアウトで一応勝敗は決めるって感じですね。で、レイアウトが同じだった場合なんかこう、攻撃力みたいな数字が書いてあるんだよね、うん。それが高い方が勝ちってことで。はい。ただまあ、それだけでもちょっと味気ないかなと思って今回私、エキスパートルールをね、はい、一個設けようかなと思います。はい、自分が、一番好きなキャラクターのみ、絶対勝つっていうルール。うん、ああ。だから私だったらしぐれさんです。うん、で、ヒゲちゃんだったら、まあ、駆逐一級ですよ。そうですね。あれ駆逐一級だっけあれ。駆逐一級。あの、深海星艦の駆逐一級が一番、それ一番好きなカードじゃなかったっ。いや、覚えてない形。こういうの、なんか蛇みたいなやつ。ええー。はいって言ったから、あ、それでいいなと。駆逐一級のカードが出たヒゲちゃん勝ちで。いや、もう。あれかと思った。鈴風さんって駆逐一級なのかと思っちゃった。違うやろ。駆逐一級は深海星艦のあれだよ。だから、ヒゲちゃんの駆逐一級。いやいや、ダメです。ああ、じゃあ高速修復剤。高速修復剤出たらヒゲちゃん勝ちでいいよ。こっちがあるんだから。スーパーレアとか出てる。いや私、しぐれさんで。私、鈴風さんでお願いします。サミダレさん裏切ると。まあ、ごめんなさい。そこは。でもね、これをね、パッケージ見てもらったらもう、しぐれさんがもうすでにいるわけですよ。そうですね。もう、カンコレの主人公はしぐれさんと言っても過言ではない。真ん中にいるもんね。しぐれさん、北上さん、今後も、私全員好きですね。いや、うん。じゃあね、早速開封対決の方していきましょうか。はい。はい、じゃあね。はい、じゃあ、とりあえず一パックね、開けて、今裏目になってね、何が入ってるか分かんない状態になっております。ね、ちなみにこの、何、カンコレのバイスシュバルツ、第2弾もあるんですけど、うん、お店の方では売り切れてました。はい。残念。いや、第2弾も欲しかったんだけどね。うん、とりあえず今回第1弾で、また機会があったらね、第2弾も買いたいなと思いますけど。じゃね、早速ね、まあ、この説明書みたいなのもありますけど、まあ、残念、なんか残念って書いてある。え、なんか残念って書いてある。え、何これ。わかんない。なんか急に残念って言われたんだけど。キャンペーンがあるみたいな。残念、次回にチャレンジ。え、急になんか残念。わかんない、何この残念は。残念、次回にチャレンジ。なんか幸先悪いな、いきなり残念なんで、うん、はい、じゃあね、1枚目の方早速じゃあ見ていきましょうか。はい、どうしようか、どうしようか、どういう感じで見ていくね。一世のせいよりもどうしよう、ヒゲちゃん僕とかにした方が、そうしようか。じゃあまずはヒゲ1枚目から。はい、せーの、おん、はい、じゃあちょっとあれ、これは横か、あ、カメラの、じゃあもうちょっと近づけて、あ、もう大丈夫。これは伊勢ヒューガーですね。航空戦艦出撃。レアードで言うとなんだ、どこに乗ってんだっけな。CC か、でも。この下の。
ああ、この横のカードがクライマックスだ、確か。ああ、そう、クライマックスカードってなるんだ。クライマックスカードってどういう扱いにしよっか。あ、でも、一応じゃあ、クライマックスレアもクライマックスコモンも一応普通のコモンレアで扱うかもうなんかわかんないし。わかんないし。なんかこう、てかいきなりなんかこういうなんかね、ちょっと特殊なカードだよね。うん。なんかこう、あれだよね。絵の感じ全然違うね。そうだね。まあ、これいつもと描いてる絵師さんの人が多分違うんでしょうね。うん。じゃあ、私の一枚目いきます。はい。ドン。私もこういうのだ。あ、でも赤木さんだ。本当だ。光線赤木。出ます。やっぱりクライマックスから始まるんですね。あ、でも私クライマックスレアだ。あ、これ。これは。あ、じゃあこれ私勝ちでいいかな。そうですね。あ、いや、でも赤木さん好きなんでね。うん。いや、嬉しいです。こうさんと。あなたのキャラすべてにパワーをプラス1し、ソウルをプラス1するんだって。わかんねえや。わかんねえや。ルールはわかんない。ルールはわかんない。じゃあ次は私からでいいかな。あ、そうだ。じゃあ行きます。私2枚目。ドン。お、なんか光ってる、光ってる。お、しかも。これはいいんじゃないか。持ってないカードじゃないですか。あの、カンコレのゲーム内で。ミクマちゃん。しかもミクマ回ですね。ああ。いやー、実際のゲームの方で欲しいな。航空巡洋艦持ってないんでね、なかなか。7500。ほんと、なんか数字も高い。なんかこれ勝ちそう。おい。お、ヤマトだ。いいな。わ、マジでいいな。これめっちゃ当たりじゃないの？レア度見える。僕、あ、でも、この距離だと見える。見える見える。ね、RR ですよ。だから、ノーマルカードって一番レアなんじゃない？ヤマト、やっぱり。そうなんだ。いいな。ヒゲちゃん、いいのやっぱ引くわ。うわぁ、これはもう、なんか暴力とか奪い取りたいぐらいです。海馬さんじゃん。本当に、そうですよ。海馬瀬戸みたいな奪い方したいぐらい羨ましいわ。いやぁ、これもゲームの方でも欲しいな。じゃあ次、ヒゲちゃんから。いや、はい、一生いっぱいですね、今と。そうですね。いい戦いになってきました、ね。お、と、はっちゃん。ああ、この子は、いいですね。なかなか好きですよ。はっちゃんは、ゆうってなんだ？ゆうって書いてある。ゆう。あんこもん。カモンより一個上って感じですね。ああ。でも数字高いの、7500なんだ。ね、潜水艦。ああ、でも貝なんだね、一応。E8 貝。はあ、潜水空母になってる状態だね、だから。ああ。一応飛行機は乗せれる状態。うん。うん、これ結構でも強いに引かないと勝てないね。そうですね。じゃあ次、いきます。私の3枚目。おい。おっと、アガノ。カンコレ的には結構レアだけど、カード的には、あ、ユーだ。アンコモンだ。なるほど。あー、でもあれか、数字が負けてるな、微妙に。そうだね、500差だね。うわ、悔しいな、これ。うわ、悔しいな。うわ、これは、悔しい。微妙な差ですね、この負け方は悔しいな。確かに。じゃあ、これヒゲちゃん勝ちで。はい。じゃあ、ここでちょっと巻き返さないとな。そうですね。ちょっとエキスパートルールのでも。しぐれさんに期待。もう、ね、しぐれさんエクゾディア的扱いですから。じゃあ、いきます。私の4枚目。はい。おい。おっと、ヒューガ。これを、アンコモンで7500。だから、ハッちゃんと全く同じですね。そうですね。同格ですね。っていうこと、あ、でもこれまだ航空戦艦じゃないんだ。戦艦の状態でのヒューガーさん。あれだけ航空戦艦の時代を待ち望んでるというのに。確かにかわいそう。これから航空火力化の時代かと、ことあることに言って、うん。ただの戦艦の時代が終わったなという、ディスりまで普段言ってくんのに。いやー、普通のヒューガーさんだ。航空戦艦にしてあげたいな。はい、じゃあ次、ヒゲちゃんの4枚目。おながら。ながらさん。ああ。空人かながら。レア度はアンコモン。ある数字で勝ちか。そうですね。やった勝った。負けました。いや、まあ、ただ、軽巡と戦艦で戦しか違うのって感じだけど、ね。すごいね、これ。結構肉薄の戦いしてるよ。船同士だったら後で負けちゃってるからね。あと、アンコモン同士なんだけど、バックの色は違うんだよ。バックの色はカンコレのレア度のままなのかな。そうだね。うん。うん、まあ、じゃあ、ここで同点ということですね。はい。2勝2敗ずつ。はい。まあね、これ1泊8枚ずつですから、ちょうどあと4枚ってことですね。そうですね。じゃあ次、ヒゲちゃんの折り返し点。5枚目。ドン、うん、おあららしお。あらしおちゃん。ああ、これは弱そう。これはまずい。数字も低い。コモンで2000。
あらら。あら。あら。やっちゃった。好きだけどね。可愛いからね、普通に。普通に可愛いだけじゃ勝てないな。そうなんです。戦いですからね。じゃあ私の5枚目。はい。よし。ドン。え若葉ちゃん。痛いのは悪くないでおなじみの。若葉ちゃん。数字で勝ちましたね、なんとか。あ、レア度は一緒です、ね。レア度顧問で、3500。おぉ。そうなんだよね。なんか、なんとか勝ったなって。そうですね。いつでも出撃可能だって。私、勝ちで。はい。私が3勝で、ひげちゃんが2勝ですね。はい。じゃあ、私の6枚目、いただきます。どい。お、ナチさん。ああ、これまたいいですね。いやキャラ的にはいいんだけどさ、まあ、顧問で数字も3000って。3000なんだね。あれだって、若葉ちゃん3500だったよ。ね、この差は何なんだろうね。グー弱いんですけど、なっちゃん。え従順なんだけど。新しい感が真髄したようだ。楽しみだなって。秘書官の時のね、建造のセリフですけど。うん、あら、弱い。なっちゃん弱いんですけど。ね、この、数字の違いが分かんないね。ちょっとひげちゃん。そうですね。おいてどん。おっと、みゆきちゃんだけど。4000。負けてる。みゆきちゃん強くね。みゆきちゃんこんな強かったっけ。いやー。ちょっとごめん、正直あんまり使ったことがなくて。ふぶき型の、まあ、こちら偶本な駆逐艦だと思うんだけどね。うん、もうなんで4000なの。みゆきスペシャル一系の時ですね。あいつこれひげちゃん勝ちで、これでまた同点になったってこと。そうだね。ああ、なるほどね。じゃあ次ひげちゃんから。はい。ドン。あらあ一番やっちゃいけないやつだ。かぶり。かぶっちゃったよ。これも無条件で負けるんじゃないの。いや、一応ね。動画的になんか滑ってるもん、これは。まあ。何がいや、もう、これもなんかもう、なんでも、なんかなんでも勝てちゃうような気がするけどね。じゃあ、いきます。はい。と、キヌ。お、これはカンコレ的には結構レアだけど、あれ、待て待て。コモンだ。しかもめっちゃ弱い。え?マジで?え、だってこれ、ゲーム中ではなかなか手に入んないよ、キヌちゃん。そうだよね。え?で、コモンで1500なの?弱えし。来た来た、キヌ、いよいよ到着しましたよ。いよいよ感ねえんだよな。コモンで1500だったら。これ俺負け?まっしゃあないわな。うわ、被ったらなんかもう、負けとかいうルールにしときゃよかった。確かに、最初に言っておけばよかったかも。そうだね。これは、なんか納得いないけど、まあ俺負けですよね。これヒゲちゃん優勢になったところだ。ここで逆転を引かないとね、とりあえず折り返し点では負けてることになっちゃうからね。ちょっといただきます。最後、ドン過去過去かー。いやー、先日実装された回にはものすごいイケメンでしたけどね。あ、でも5500ある。なかなか高いから。コモンなら俺多分勝つな。うん、過去。はぁ、過去かー。でもまあ数字高いんで結構期待はできる。じゃあ、ひげちゃん最後、ドン、うん、お、また似たような子が。はつゆきちゃん、あ、顧問で3500だから、お、私勝ちましたよ。あー、やったー。いや、なに、君、吹雪型好きだったっけ。いや、そんなに使ってない。うん。僕結構、はつゆきちゃんの気だるい感じ好きっちゃ好きですけどね。はい、というわけで、うん、まさか、1パックやって、こう、ちょうど同点という、4勝4敗?うん。すごいね。すごいね。ある意味だから、すごい、ちゃんと混ざってるってことだよね。いやー、買いですよ、これは。いいですね。はい、4勝4敗のところで、じゃあちょっと、2パック目行きましょうか。うん、